皆さん、こんばんは。今日は2022年8月19日金曜日です。今日のテーマは、習近平と李総理の戦い、あるいは争いと言いますが、習近平としては共同富裕です。李総理は改革開放です。これについて話をしたいと思います。まず、ニュースです。一つ、中国は電力使用制限と言いますが、 さらに、その範囲ですね、ひどくなってきました。上海市の政府は、四川省政府に対して、電力の休場を要請しました。理由としては、上海には自動車産業がたくさんあり、自動車産業の生産を優先するためであり、電気がないと生産できません。特に、 自動車、部品を製造するメーカーは、電気の使用制限を受けて、生産はできなくなっていると。自動車の製造は、出荷もできなくなっていると。まあ、電力の支援を求めていたんですが、自然車の政府ですね、政党市ですね、この都市はやはり一番、 有名であり、人口も多いですが、これからしばらく夜、1時間半ですね、停電すると発表されましたけれども、そして街の広告のライトの電気、使用制限する、地下鉄の空調、エアコンを停止する、ただし列車の 社内の温度を上げますので、まあ、できるだけ送風にするねと。しかし、生徒市の政府ですね、文句を言っていました。40度を超えるのに生活はできなくなってしまうと、一般世帯の電気の使用を 守るではないかと文句を言いました。そして最後は、できるだけ我々は協力はする。でも我々も大変ですよと言っていました。まあ、この間ですね、私は動画で話をしましたが、中国の ハワイと言いますが、まあ観光地ですね。サンアっていうところですね。と、上海市の喧嘩があったんですよ。まあ現在ですね、上海市はまだ生と死とある意味喧嘩しましたね。まあ私は喧嘩だと言いますが、 これは先進国、まあ、日本も当然ですが、民主的な国家では、まあ政治家同士ですね、EI とか、あるいは議員さん同士ですね、喧嘩はあったりします。これは普通なんですよ。ただし中国においては普通ではないんです。中国は独裁の政権であり、指導者の命令は絶対なんですよ。今まで地方政府は 自分の上司の命令に従うんですね。文句を言わないんですよ。全力で指示をしてきましたが、まあ、しかし今喧嘩したり文句を言ったりするんですね。まあ、これから言うことを聞かない可能性は出てきます。これで判断できるのは中央政府の意見ですね。やはりなくなってきました。能力の、まあ、これは例ですが、例えば、 能力のある社長ですね。あるいは尊敬されている社長の前で部下同士は喧嘩はありえないですよ。次です。2。8月18日夜、台湾側はさらに自分の筋肉を披露しました。カレン・花蓮基地で防空ミサイル垂直発射の訓練をしました。また35ミリ大型防空機関銃の訓練をしました。 この機関銃はすごいんですね。射程は11キロもできるんですよ。まあ最高の距離ではありますが。そして1分間は1100発発射できるんですね。まあこれは自動式であり、ロッポットですね。あのウィーウィー動いてドドドドドで発射するんですね。なので、まあ低空で飛んでくる、そ航空機ですね。あるいはミサイルに向けて攻撃、あるいは迎撃するためではありますので、 また、夜、F16V という戦闘機ですね、緊急離陸の訓練もしていました。中国側は南シナ海で8月18日午前6時から午後の6時半か6時までですね、訓練をしましたけれども、それから19日から20日まで訓練するとも言っていましたが、これで見るのは台湾は少しも怖がっていません。 中国の国に合わせて自分の筋肉も披露しています。目的は一つ、台湾の国内にはまあ怖がる方、あるいは新中国政府の方に対して、やはり自信を見せることは大事ですね。つまり、我々は弱くありませんよと。二、適切に中国に帰国もしますので、我々を軽く見るなよという行動だというふうに私は思いますが。まあ、次です。三、 ゴールドマン・サックスですね。中国の経済。また予測を発表しました。2022年今年 GDP 成長は3.3%から3%に下方修正しました。第三四半期の経済成長は4.3%から3.5%に下方修正しました。そして第四四半期の経済成長は3.8%から3.3%に下方修正しました。 理由としては、中国の経済は7月はよくありません。経済を刺激する施策はありません。国内の需要もありません。そしてコロナの影響は続いていますし、そして今は暑いですし、電力不足の原因もありますし。これに関して野村証券は、私は野村証券はですね、非常にあの信用できるんですよ。 まあ私のね、友達もいていますけれども、まあ、経済学者として中にいてるんですが、まあ、結構信用度は高いんですよ。まあ、私が尊敬できる人間ではありますので、野村証券の発表では2022年 GDP 成長3.3%から2.8%に下方修正しました。これはですね、世界のいろんな機構あってですね、最も悪い予測ではあるんですよ。なので、私はこれに関して非常に いいと思います、正直に。そして、改革開放して、初めて、中国の GDP は3%を割ったんですよね。これは非常に大変なんですよ。まあ、理由としては、経済施策は出されていますし、でもコロナの影響は実行できません。これからしばらく、中国政府は、経済を刺激する計画は 出さないでしょうと言われていました。そして8月の数字は7月よりも悪いでしょうと正直に言っていますので、これは非常に私はいいと思います。今月はですね、大変ですよ。食料も大変ですよ。次です。3。オックスフォード大学の経済学者が中国の不動産企業の経営状態を分析しました。7月、中国の不動産企業の運営資金ですね、同期費、 24%減少しました。まあ去年はおととしよりも減少して、今年はさらに去年よりも減少です。なので大変です。今年は15兆元の融資はできました。2021年は24兆元でしたが、7月不動産の販売状況は悪化して、不動産企業の資金はかなり減少しました。これから返済の圧力、物件は売れません。そして融資も難しいです。 現在、中国の不動産企業は土地を買って開発できなくなっていると。9月ですね、これからですが、多くの不動産の返済期間となりますので、大変でしょうと分析されました。私はこれに関していいと思います。中国の不動産企業はですね、縮小を着ている傾向ではありますが、つまり新規の 開発プロジェクトはないんですよ。これはアプチュンカンタと言えますので、なぜなら新規の開発工事がないと物件は売れません。なぜなら中国の不動産ですが、前の動画でも話をしましたが、図面と模型で売るんですよ。つまり、弁物がないんですね。これから買ってくれて建設していくっていうことですね。つまり、物件が売れないと、 2年前、3年前に売った物件の建設はできません。物件の建築はしてくれないと中国人はみんな分かってきましたので、そうするとみんな買いません。みんな買わないから物件はさらに売れません。なので、これは悪循環ですね。次です。5。8月18日、上海市の政府は消費市場を促進すると政策を発表されました。まあ、上海市政府は 市民に対して消費券を渡しますので、まあ、全部で10億元ですね。約200億円です。これは皆さんは非常にいいではないかと思うかもしれませんが、これは違いますね。条件あるんですよ。全部裏あるのでね。18歳以上対象にして3回にわたって支給すると、オンライン決済のアプリで申し込むすることが可能であり、抽選で決めますよと。 もし抽選に当るまあ当たるとですね、1回につき100元です。まあ約2000円ですね。100元の商品券を使ってくれるとですね、100元のものを買って、絶対100元以上のもの、あるいは100元のものを買わないといけませんので、そこで買って50元は自己負担です。つまり、あのね、あの50元しか負担してくれません。 残りの2枚、3枚目ですね。2回ですが、50元と50元の券、えー、ですので、つまり50元のものを買って、25元は自己負担です。半分ですね。えー、大したことはないんですよ、えー。つまり商品券をくれて、これでただで買い物できるっていうのはないですね。前はありましたけれども、それも嘘でした。全部ないんですよ。に政府はずるいんですよ。そんなお金くれることを 聞いたことないんですね。次です。6。8月18日、米国の貿易省、台湾との関係を強化するために、21世紀平和貿易のプロジェクトを立ち上げて、これは次世体の WTO ではないかと言われていますけれども、ただし具体的なものはなくて、これについてまた注目して話をしたいと思いますが、 今年の秋から台湾の貿易省と話し合いすると、米国としては台湾との貿易を強化していくと、主にもっと便利にする、手続きはもっと簡単にしましょうねと、そして領域においては、まあ、農業とか中小企業とか雇用とか、まあ、環境の変動とか反腐敗などなどお互い協力し合って企業同士は 成長することを期待すると言われていますが、まあ、台湾側は非常に良いと期待しているんですが、やはり完成がないとですね、台湾の経済の発展は期待できますし、台湾の農業にとっては良い情報であり、アメリカの市場は魅力的ですねと、そして今後自分は CPTPP への参加も期待したいですというふうに言っていました。 CPTPP となってくると、日本ですねがあのメインですので、やはり日本のまあ同意が必要ですね。まあ、支援、あるいは支持がないと難しいですね。まあ、中国政府は今日うは猛反発しましたね。やはり中華民国が登場しましたし、そして台湾とアメリカの関係は、普通よりさらにあの良くなってきてですね、中国政府はやはり都合悪いんですね。 そして次です。7。マツク社長、テスラのマツク社長ですが、上海にあるテスラ自動車の工場、製造ラインを更新したと発表して、これから1日3000台製造できますよと。そして納車する期間も短くなりますよと。もともとはですね、8週間から24週間かかりますが、注文を受けて。それから、これからですね、4週間から20週間、 でで納車できますよとこれは自動車の種類にもよりますが、まあ、テスラ自動車工場は中国政府に 特別優待をされているんですよ。まあ、しかし、この優待はいつまで続くのかと私は思っていますけれども、中国政府は約束を守りませんので、大体使い捨てられるんですね。まあ、完全にその工場は独立されている状態であって、そこには党の支部は設置されていませんので、まあ、独立しています。この状態はいつまで続くでしょうかわかりません。 8月15日、上海で製造されて、第100万台の自動車ですね。製造完成としてお祝いがありましたけれども。まあ、次です。8、米国、日本、イギリス、オーストラリア、東韓国、フランスなど10カ国ですね。これからは増えるかもしれませんが、8月末、オーストラリアの周辺で、 空軍の共同演習すると予定されています。そして最後ですね、ドイツも参加しますので、合計17カ国参加されるかもしれませんが、合計100機の航空機ですね、参加されます。韓国はこれまでですね、約5回ほどずっと、まあ、見てきた参加としてあの見てきましたけれども、今年は初めて参加すると発表して、今回は 韓国はあの空中の給油の練習をするというふうに言っています。次です。9。イギリスの国家統計局。8月17日に公開されましたが、7月、先月ですね。イギリスの物価上昇率は10.1%でした。40年間ぶり、1982年から初めての数字であり、 まあ、急速に物価が高騰してきました。これは発展国においてもナンバーワンのレベルであり、食料の値段は急に高騰してきていますし、それからバターとか牛乳、卵などの値段も高騰してきました。電気代は去年より54%上昇して、天然ガスの値段は 去年より96%上昇しました。それからガソリンもそうですが、経由もそうですが、すべての値段は高騰しています。イギリスのシティバンクが政府に対応してくださいと呼びかけていますが、政府が対応しないと、来年の第一四半期となってくると、イギリスの物価上昇率は 15%を超えるでしょうと言われています。まあ、日本はですね、物価の上昇は2%を目標にしてなかなかできませんでしたね。でもイギリスは急に15%を超えるかもしれません。まあ、これはですね、あの、まあ、収入は増えるのはいいんですが、でも物価の方が先に行動となっているんですよ。まあ、これに関しては、 アメリカもそうですし、ドイツ側もそうですし、イタリアもそうですし、これはやはり大変ですね。次です。10。8月17日、ミャンマー軍の政府ですね、報道官が発表されました。これからロシアからガソリンを購入すると、石油ではないですね。これはあれとか思い言いましたけれども、 9月初め頃、ミャンマーにあの到着する予定ではあります。これは初めての購入となりますが、政府としてですね、ミャンマー軍政府として。ミャンマー軍政府は7月、ロシアへ訪問しまして、まあ、石油について、天然ガスについて話をしてきました。また、ロシアに対して、そして中国に対して笑顔を出して、ミャンマーで自分の領土で石油の開発を期待すると発表されましたね。 あの、ミャンマーはね、あの、中国と仲良い,いんですよ。今日のテーマです。北泰が会議が終わって、結果はありません。李総理は南深圳へ行きました。習近平は北へ領内省の金州市に行きましたが、李総理は深圳で改革開放などを発言しました。習近平は親新戦役という ところですね、訪問して、まあ、両戦、両親戦役と言いますが、1948年9月12日から1948年の11月2日までというふうに言われていますけれども、この戦いはですね、内戦だったんですよ。とても大事な戦いであって、そこはですね、中国共産党の反乱、あの、あるいは、まあ、農民、あるいは赤軍ですね、赤い軍を連れて、満州に行ったんですよ。 信仰にいたんですよ中華民国我々は国軍と言いますが中華民国の軍隊ですね国軍は そこで負けましたね。まあ、それから、東北地域ですが、今の満州ですが、まあ、中国の共産党の領土となったんですよ。まあ、当時ですね、満州ありましたけれども。まあ、つまり内戦でしたね。まあ、習近平は内戦が好きですね。まあ、これに関してですね、両親戦役について、私は会員限定の動画で明日ですね、話をしたいと思いますが、まあ、どうしても、 これは日本軍ですね。日本軍は登場されますので、そして、あの、もうたにしても、中国の主恩来ですね、総理は言いましたので、まあ、日本の方に感謝すると言っていました。この原因について、あの、話をしたいと思います。まあの、中国側ですね、南側、干発とかで大変であり、そして電力不足でみんな困っていますし、習近平は行きません。習近平は、 あの、東北地域で指導しました。中国の現代化とはですね、人民の共同富裕の現代化ですよと。少しの人間は富裕層となってきました。これはいけません。全人民、全人類は共同富裕になることが大事ですよと。まあ、共同富裕となるとみんな嬉しいでしょそういうふうに言っていたんですね。まあ、これは、 自分のことね、おかしいんですよ。自分は散々お金いっぱいもらってきたのにね、そんなおかしいんですよ。ま,あ、まだ話をしてますけれども、中国政府は東北地域の発展を推進してきたと。まあ、これから新時代に合わせて改革すると。東北地域の経済振興に自信はあるというふうに言っていましたが、これは本当に嘘ですよ。 あの、東北地域は今は本当に衰退して、あの、東北地域の若い子たちはみんな出ていくんですよ。これが今の中国事情ではありますが。まあ、中国の中央テレビですが、総書記は北部、戦空への視察がメインでしたと報道されて、中国には5つの戦空と言います。戦い空気と、 書いてありますので、つまり中国政府はずっと戦う準備してるんですよ。まあ西とか北とか中部とか東南と書いてあるんですが、これはロシア側のまあ体制ですね。コピーしてこういう風になっているんですが、まあ以前の動画で話をしましたが、習近平は総主記であり、軍の総指揮官なんですよ。なので訪問はいいと思います。普通でしょうと思いますが、ただし現在、 内部の構想が激しい状態であって、北部の部隊の視察はやはり普通ではないでしょうと私は思いますね。でもその後、中央テレビは全く言わなくなりましたね。それから新幹線はそうですが、人民日本もそうですが、軍隊の視察について全く触れていません。リ、ま、ー、あ、総理は連、レンカー山公園にある東商平のこの銅の像に喧嘩しました。 まあ、この公園ですね。深圳にある公園ですが、そこで喧嘩して、あの、話をしました。深圳はいいところですと。将兵、東小兵ですね。将兵同士はここにいています。国際の事情はいくら変わっても、我々、改革開放をやります。やり続けます。優雅な行動で力いっぱい出して、血を流しても、改革開放の道を歩む。前に進む。 そういうふうに言っていましたね。結構ですね。あの、激しい発言ですね。まあ、それから、塩田港への視察はあったんですね。そこで発表されて、港の水は永遠に流れていますよと。まこうが超この水は逆流はしません。港の労働者はみんなエリートです。これからも頑張ってくださいと。塩田港をもっと大きくしましょう。 世界一の港になることを目指してくださいと。つまり、上海を超えるんですよ、というふうに指導しました。それから、BYD ですね、中国の電気自動車メーカーへの視察もありました。それから、電気自動車の所得税の優待、補助金続くよ、というふうに発表されました。まあ、これでわかるのは、李総理と習近平の発言は全く逆であり、 これから中国の政治の道ですね、どこに向かうでしょうか。まあ、習近平は共同富裕。李総理は改革開放ですね。習近平は総書記となって、やや一人の社会の実現と貧困世帯をなくす。そういうふうに目標を出しました。この目標は10年間、10年間ですね、任期で実現できたと宣言しましたが、そして次の即投に向けて、 共同富裕という目標を出しましたが、やじゃゆとりの社会、まあ、実現できたし、これから共同富裕の実現ですよというふうに言っていました。この発言がされてから、中国政府は自分の統治をですね、強化してきました。民営企業を厳しく管理する。国営企業がその代わりに拡張するんですね。それから先進国との対抗するようになってきました。また自分の ゼロ感染者という施策も出して厳しく社会を管理しています。まあ、結果としては中国の経済は静かとなってきて、そして悪化してきました。自分の住んでいる都市ですね、どこもそうですが、いつロックダウンとなるか、うん、みんな知りません。そしてここでですね、演説されて女性の市民が泣いていましたね。私はそれを見て北朝鮮を思い出しました。みんな泣くんですよ。 キム・ジョン・ウンもそうですし、キム・イルソンもそうですし、キム・イルソンもそうでした。みんな泣くんですよ。総理を見て、あるいは総長記を見て泣くんですよ。中国の公営兵もそうでしたが、毛沢東の視察を受けて泣くんですよ。なので、これは先進国ではありえないですね。日本の方は岸田総理を見て泣くとは思えないですね。中国の国内では、李総理は上に行く、習近平は引退するっていう、 噂はあるんです。まあ、これはある意味、あの、期待、あるいは願いっていうふうに理解していただけるというふうに思いますが、みんな気になっているのは、やはりこれから改革開放するでしょうかそれとも共同富裕でしょうか李総理は能力のない総理ではありますので、でも彼は改革開放をやると決めているんですね。 今のところですが、習近平は即答となるのか、あるいは引退するのか、まだわかりません。10月中旬まで、7中前回まで、あと約2ヶ月間あるんですが、まあ、激しい闘争となるでしょうと思いますが、そして中国の未来ですね、この2ヶ月間で決まりますので、中国政府の大問題といいますが、一つの中国、この定義ですね、原則が 揺れ始めていますつまり、台湾は中国の領土であり一部ですよと。でも、これから台湾は中華民国として登場するようになってきました。これは中国政府の外交の失敗だと言えますので、中国政府は外交でみんなに、外国のみんなに認められていますので、つまり台湾は中国の一部ですよと。もし、 みんな認めないと台湾っていうのはですね、中華民国です。つまり中国政府にとっては外交の危機ではあります。また同じく大変な問題としては、やはり経済ですね。現在、経済を刺激しても効果は全くないんですよ。これに関して多くの外国の経済学者には想像できないかもしれませんが、 中国は改革開放してずっと経済成長してきました。途中で金融危機とかあったりします。国際的な問題ありましたけれども。でも中国政府はいつもかっこよくですね、指導方針を出すんですよ。つまり経済政策を出しますので、そうすると中国の経済はさらに発展してきました。でも今回は本当に無理ですね。8月15日、 中国人民銀行は発表しましたが、中期貸し出し制度 MLF と言いますが、1年間の金利ですね、予想に反して2.75%に引き下げられました。0.1%下げましたけれども、これに関して非常に他の国はみんな値上げするんですよね。金利を上げようとするんですよ。日本は現状維持ですが、中国は逆にするんですよ。そうすると、 これから中国の不動産の住宅ローンの利息も下げるというふうに判断できますが、でもこれは意味はないんですね。不動産はこれから売れるとは思いませんし、不動産の未完成物件に関しては具体的な施策は全くないんですね。中国政府の財務ですね、GDP の120%であったりとか、などなどと言われたりとかありますが、ただし地方政府の 隠れている債務ですね、中央政府の5倍でしょうと言われています。つまり、中国政府の債務ですね、GDP の約5倍、6倍の可能性はあるんですよ。地方政府はたくさん工事やってきました。これから土地の売買、あるいは土地の開発は期待できません。国際通貨基金 IMF の予測ですが、今回、 2008年の3倍の経済施策を出さないと中国の経済の成長は厳しいでしょうと言われています。これに関してですね、2008年リーマンショックがあったんですね。中国が打ち出した4兆元という施策があったんですよ。まあ、当時のレートにおいては約57兆円でした。そういう経済施策を出してましたけれども、中国政府はここから自分は 世界の経済を引っ張るエンジンだというふうに自慢していましたが、まあ、しかし、経済の規模などなど考慮して、今は当時の3倍の量をですね、出さないと効果はないんですよね。そうするしないと経済は成長しませんと。でも、今の中国には当時のような工事はないんですよ。例えば、鉄道、高速道路、港、空港、 ショッピングモール、たくさん、今はもうある状態ですので、これ以上作ってもいいんですが、意味はないんですね。大事なのは、就職率ですね。就職率の改善もできませんし、つまり、新しいものを作ったとしても、経済は良くならないんですね。まあ、現在、不動産の企業の債務はどうするのか、あるいは、今は返済振り込み、例えば、高大不動産ですね、返済振り込みにもなっているんですが、 どうするのか、そういう結果はないんですよ。未完成物件の対応もまだ分かりませんし、これに関して、スイス銀行の分析ですが、不動産市場の刺激政策ですね、不動産企業の倒産、あるいは組み直しなどなどの対策は、早くても11月の末になるでしょうと言われています。まあ、原因としては、第20回、人民、代表、大会の結果を待つ、そういうふうに分析されました。 まあ中国の消費市場に対して魅力を感じている企業は現在気づき、まあ、気づいてきましたね。例えば、資生堂中国ですね。発表しました。この10年間、中国の市場は成長してきました。みんなアンテナ就職、収入も増えてきましたし、でも今の消費者は節約しようとなってきました。 中国の変化は大きいです。そういうふうに言ったんですよ。これは非常にですね、優しい発言ですね。まあ、日本とか外国ではよく言いますが、中国は自分の国産ブランド好きになってきたというふうに言っているでしょうが、あれは嘘ですよ。中国人は外国のもの好きなんですよ。ブランドものもそうですし、日本の化粧品もですね、非常に魅力的なんですよ。でもお金がないから、 買えなないんでですよなので中国のブランドとなってきました。中国のものは信用できないんですよ。それでも買わないといけません。なぜなら財布にお金がないからです。そしてアディダスですね、もう発表されました。中国での販売利益、同期費、35%減少しました。今年の後半ですね、市場の回復はできません。予測はそういうふうにされていました。まあ、これに関して中国の経済は 本当に大変でです。すす。少しずつですね、見えてきますそして中国はこれから共同冬なのかそしてそれからですね改革開放を続くのかこの約2ヶ月ぐらいですねこれで決まると思うんですよなのであの注目しましょうそういうふうにそれを言うしかないんですけれども私もですねあのそれをあの注目しながらですね皆さんに報告していきたいと思います この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。